この辺りなら安全よ。落ち着いて話ができるわ。つむぎちゃんもイヨちゃんも無事でよかった。もちろんつむぎちゃんは調律の巫女だものね。そんなに心配してなかったけれど。あ、私の名前覚えてたんですね。あんな大騒ぎの中で一度しか名乗ってないのに。私は忍者だもの。一度聞いたことや見たものは決して忘れないの。ましてやこんな可愛らしい子たちのこと忘れるわけないわ。でしょ？距離が近いですってば。なんだか戦国時代っぽくない人だな。改めて自己紹介しておくわね。私は鋼、調律の巫女を助けるために来た忍びよ。鋼さん、忍者なんですよね。でも私とは随分違うような。そうかもね。イオちゃんとは住んでる世界が違うから。住んでる世界が違う？確かに鋼さんはすっごい美人だし、忍びとしても有能そうだし、私となんか全然違うのかも。ああ、ごめんごめん、そういう意味じゃないの。本当に言葉通り別の世界から来たって意味よ。そういえば初めて会った時そんなこと言ってたっけ？詳しく話してくれるんだよね。何から何までわかんないことばっかり。そっか、やっぱり何も知らなかったのね。それなら私が知ってることを話すわ。まず基本からね。私の雇い主がイオちゃんの世界、つまりこの世界の本能寺の地下に冥界と呼ばれる空間が発生しているのを観測したの。つまり私たちが今いる場所よ。ここまではいい？うん。冥界の奥には魔王が眠っていると記録されているわ。そして魔王が蘇る時、それを倒す力を持つ調律の巫女が現れるだろうって。あなたよ、つむぎちゃん。やっぱりそういう話なんだ。ただそれだけじゃ何が何だかわからないじゃない。魔王って何なのか、どういう力を持っていてどのくらい強いのか、目的は何なの。調律の巫女もそう。ずっと昔に魔王を倒した人らしいけど、それ以外は不明。え？じゃあ鋼さんも何も知らないってこと？わからないから調べに来たの。魔王の力と目的を調べて、ついでに調律の巫女を助けて魔王が蘇るのを防いでこいって。それが私の雇い主から受けた任務よ。がっかりさせちゃったならごめんなさい。ううん、気にしないで。イオちゃんから聞いた話とほとんど同じだけど、信憑性が増したっていうか。そうか、やっぱりマジなんだね。魔王の目的についてなら、明智様がこの世界の天下を横取りするために魔王を蘇らせようとしてるって信長様がおっしゃってましたが。ありがとう、イオちゃん。なるほど、やはり魔王を蘇らせようとしてる黒幕がいるのね。でもそうはさせないわ。そのために私が助けに来たんだし、イオちゃんと小耳ちゃんだっているんだもの。その通りです。ありがとう、味方がいてくれて本当よかった。私一人じゃどうにもならなかったと思う。どういたしまして。素直な子ってお姉さんは好きよ。話を戻すわね。そういうわけで私とイオちゃんは違う世界の忍者なの。だからいろいろ違うんだと思うわ。違う世界の忍び？やっぱりよくわからないです。忍者って言葉が同じだけで
イオちゃんはイオちゃんで、鋼さんと違うのは当たり前ってこと。だよね、鋼さん。とてもいい説明だわ、つむぎちゃん。違ってていいんですね。安心しました。それにしても、どうやら私が調律の巫女ってのは確定っぽいね。でも、その他のことは全然わかってないし、ますます不安になってきた。そう難しく考えなくてもいいんじゃない？これは運命なんだから。だったら運命に従ってできることは最大限やるし、もしそれでもできなかったら。できなかったら？その時は潔く諦めましょう。いや、笑い事じゃないんですけど。ごめんなさい、茶化すつもりはなかったな。大丈夫、きっとなんとかなるわ。なんとかってどうやって？冥界については一緒にいたもう一人、小耳ちゃんが詳しいはずよ。何せこっち方面の専門家だそうだから。そっか、そうなんだ。じゃあ早くその専門家さんを探しに行きましょう。そうね、そうしましょう。あの子、泣いてなければいいんだけど。作りの準備はできてるわ。向こうに何かあるわね。私の忍術が使えるわよ。一網打尽にしちゃおうかしらね。お縄の術、いくよ、鋼さん。どうぞ。まだまだ。どうやっ、どうぞ。周囲を警戒しましょう。
だ。ここだ。と、やばん。と、もう少しで倒せそうです。やれるんだよ。いい感じだわ。このまま進みましょう。綱引きは得意なのよ。全ての門番を排除しないと先に進めないみたいね。ここだ。え、さあ引き下げ。へい、やっ、つばめ返し、しびれなさい。おりゃ、へい、さあ引き下げ。と、やばん。と、やばん。と、やばん。これぐらい簡単よ。次に進むわよ。お縄の術。イオちゃん、よろしく。リング変化の術。このまま進もう。
向こうに何かあるわね。私の術でいけるかし。とやば。とやば。とや。鋼さん、お願い。それ。同じカラクリ人形は？アバネさん、同じカラクリでもあっちはただの人形だもん。相当古いわね。ああやって何をするでもなく解体しているってことは自立機能を失っているみたい。もう与えられた任務が何だったかも思い出せないわ。今はただ自己防衛本能に従って近づくものを攻撃するだけの存在よ。つまり私たちの行く手を阻む敵ってことだよね。もう任務は終わったんだよって教えてあげよう。イオちゃん、まだまだ。それそれそれ、どうだ。平和。まだまだ。あれは私と同じカラクリ人形よ。アバネさんと同じ。それにしては全然似てないけど。同じカラクリでもあっちはただの人形だもの。それに相当古いわね。ああやって何をするでもなく徘徊しているってことは自立機能を失っているみたい。もう与えられた任務が何だったかも思い出せないんだ。今はただ自己防衛本能に従って近づくものを攻撃するだけの存在よ。つまり私たちの行く手を阻む敵ってことだよね。もう任務は終わったんだよって教えてあげよう。やばっ。とやばっ。どうだ。ここだ。どうだ。それ、ここだ。あいつの動きをよく見て。まだまだ。と、やば。それ。ここだ。もう少しで倒せそうです。
まだまだ、こんなものじゃないんだからね。日頃の修行の成果です。この辺りにもいないか。困ったわね。ねえ鋼さん、今探してる小耳って子、本能寺で会ったあのちっちゃい子だよね。よく知ってるの？そうでもないわ。あの子とは本能寺に来てから知り合ったの。だから紬ちゃんやイオちゃんよりちょっと先に出会っただけで、よく知ってるとは言えないわね。どうして私と小耳ちゃんが知り合いだって思ったのかしら。鋼さんがすごく心配そうにしてるから。それにまだ小さいみたいだし、骸骨の人に襲われたりしてないか私も心配だな。ああ、そこのところは全然心配してないけど。え？どうして？小耳さん、すっごく強いんですよ。見たこともない術を使って敵をバンバンやっつけちゃうんです。私もいつかあんな術を使えるようになれるかな。そうなんだ。そういえばやたら自信がありそうな喋り方だったもんね。自分のこと天才とか言ってたし、それにとても博識だしね。出会って少し話しただけでいろんなことを教わったわ。でもそれならますます鋼さんが心配そうにしてる理由がわかんないんだけど。ああ、あの子方向音痴なのよ。そうなんですか？なんだか意外です。あの子に会った時、本能寺の中で迷子になってたのよ。口をまっすぐ引き結んで涙を浮かべながら気概を蹴散らしていたわ。一人で知らないところに来て怖かったんでしょうね。ちょっとわかるかも。私も電車で寝過ごして知らない駅で降りちゃった時はパニクったもん。何？私何か変なことを言ったかな。紬ちゃんも小耳ちゃんに負けず劣らず難しい言葉を使うのね。あ、私のはそういうんじゃないっていうか、未来の言葉の意味は歩きながらでも説明するね。そういうことだったら早く小耳さんを探しましょう。一人ぼっちできっと不安がっているでしょうから。ええ、私たちのためにもあの子のためにもね。うん、行こう。早く小耳ちゃんを見つけて安心させてあげなくちゃ。つむぎちゃんの話だと、あの門をくぐらなきゃ先に進めないのね。うん、門の向こうに門番がいて、それを倒す必要があるの。あれ？よく考えたら、それって変じゃないですか？門番って、普通は門の手前にいるものだと思うんですが。そういえばそうかも。でも私たちは門の向こうへ行かなくちゃならないんだし、門番がどっち側にいても関係なくない？あ、そうですね。私考えすぎでしょうか。イオちゃん、いいところに目をつけたわね。今は意味のない情報だとしても、覚えておけば思わぬところで役に立つかもしれないわ。
ありがとうございます。鋼さんに褒められると忍びとして一つ成長したような気がしちゃいます。一方で紬ちゃんの考え方も正しいのよ。余分なことは考えず目の前のことに集中するのも大事。私の場合難しいことはよくわかんないだけなんだけど。二人はとても相性がいいのね。それって素敵なことよ。紬お姉様と私は相性がいい？お姉様はどう思われます？鋼さんの言う通りだと思うよ。そうでなかったら私とっくに逃げ出してるもん。やった！お姉様にそう言っていただけて私とっても嬉しいです。ところで鋼さん、ずっと気になってたんだけど聞いてもいい？うん？なあに？答えにくかったら言わなくていいんだけど、その腕って機械だよね？ええ、そうよ。どこか変かしら？変っていうか、めっちゃすごいなって。そんなの見たことも聞いたこともないよ。私もです。あなたたちは怪我をしたり病気で失った組織や器官をからくりで代用しないの？義手とか人工臓器みたいな感じなのかな。でも私の時代にだってそんなすごいのはないと思う。ふーん、そうなのね。取り替えも効くし便利よ。なんだか想像もつきません。私の腕がどういう技術で作られているかなんて、それこそどうでもいいことよ。調律の巫女さんの役に立てばね。それは十分すぎるほど役に立ってるよ。鋼さんが仲間で本当に良かったって思ってる。あら、嬉しい。ちなみに女の子を抱き寄せるのにも便利なのよ。試してみる？抱き、え、あの、何言ってるのよ鋼さん。こんなところでダメです。いえ、こんなところじゃなくてもダメですけど。赤くなっちゃって二人ともほんと可愛いわね。冗談よ、冗談。冗談？びっくりした。こんな状況なのに緊張感ないな。必要ない緊張なんてしないに越したことないわ。余計な力が入ってると実力を出し切れないってこともあるんだから、肩の力を抜いていきましょ。確かに鋼さんのおかげでちょっと緊張がほぐれたかも。まずはその門番とやらを倒すのに私の腕を役立てるとしましょうか。サクッとやっつけて小耳ちゃんを探しに行きましょう。そうだった、鋼さんの言う通りね。うん、先に進もう。みんな準備はいい？足元に注意してください。落ちたらただじゃ済まないわね。向こうに何かあるわね。私の術でいけるかしら。イオちゃん、よ、鋼さん、お願い。お縄の術。
お縄の術。感がするわね。中身のない忍術は惨めですよね。見つけてやったんだぞ。はいはい、一人で心細かったわね。泣かなかったのは偉いわ。な泣いてなどおらん。わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、大陰陽師と名高い大春日の小耳崎の早姫ぞ。
いや、元陰陽師か。いろいろあってな、今は一介の忍びとして生きておる。かわいい。なんだ。ねえねえ、この耳って本物？それにふさふさの尻尾、ふわふわでふかふか、触り心地最高。やめろ。わらわは可愛くなどない、かっこいいのだ。お主らも見てないで、こやつをひっぺかすのを手伝え。紬お姉様、嫌がってるみたいですから。それよりも小耳さんから話を聞かなくちゃ。鋼さんのお話では冥界の専門家なんですよね。そうだった。お願い小耳ちゃん、教えてほしいの。私たち何もわからなくて。わらわを尊敬するか。するする。今後許可なくわらわのことをモフモフするなよ。しないしない。よい、何を教えてほしいか言ってみろ。知っていることなら教えてやる。このおかしな空間、冥界って言ったっけ。その冥界にいる魔王が蘇ると大変なことになっちゃうから、それを止めるために私たちが呼ばれたのよね。そうだ。魔王って何なの？調律の巫女って？そもそもこの冥界も何なのか分かんないんだけど。慌ただしいやつだな。そうせくな。一つずつ説明してやる。お願いします。遥か昔、魔王が冥界から渦潮に出ようとした時、調律の巫女が現れて、これを冥界の底に封じたという話はしたな。うん、そういう伝説があるんだよね。まず冥界とは魔王の卵だ。この冥界の底に魔王を祀る祭壇がある。魔王はそこで生まれ、そこに封じられている。そして魔王とは歴史を歪めようとする存在だ。それで？伝承にはそれしか伝えられておらん。わらわの世界では調律の巫女はすでに存在しないのだ。この世界には存在し、未来に伝えられていたようだが。その末裔が私ってこと？どうしてそう思うの？お主、見たところ加減進展の舞を舞うだろう。加減進展流を知ってるの？剣術界でも超マイナーな流派なのに。剣術？何を言っているのだ。加減進展の舞は武学だぞ。武学？踊りってこと？調律の巫女が魔王を封じる様を再現した舞だ。もっとも形式的に伝わっているだけで、実質的な力はないのだがな。舞える者ももうほとんどおらん。でも私の世界には伝わっていた。長い時が流れる間に武学が剣術に形を変えて、おじいちゃんが加減進展流は一子相伝だって言ってた。そうか、だから門下生とかいないんだ。考えたこともなかった。ではやはりお主は調律の巫女の末裔なのだ。じゃあ私が魔王を倒す力を受け継いでるってこと？すごいじゃん私。どうかな。わらわが見る限り果てしなく頼りないが。ぐっ、もっと真面目に剣術の稽古しておけばよかった。まあそこは心配いらぬ。見れば魔王はまだ蘇ってはおらん。そうなんですか？そうなっていればこの程度の騒ぎでは済んでおらぬだろう。魔王は祭壇で未だ眠っている。眠ってるなら先手を取れればどうにでもできそうね。例えば寝ている間に首を落としちゃうとか。わらわもそう考えている。なんだ楽勝じゃない。私はてっきり冥界の一番奥にもう魔王がいて、今か今かと私たちを待ち受けてるんだと思ってた。おめでたいな紬。お主は何も分かっておらぬ。
そもそも、なぜこの冥界が発生したのかが問題だ。どういうこと？明智光秀と言ったか。そやつが魔王の力を利用するために、冥界を呼び出したのならば、祭壇で眠っている魔王を放っておくわけがあるまい。そっか。企みは今まさに進行している最中で、光秀って人がまだ魔王の祭壇にたどり着いてないだけなんだ。だけ？何をのほほんと言っておる。光秀が魔王を蘇らせ、歴史を改変するということがどういうことなのか、本当に分かっておるのか。だから、本来の歴史では死ぬはずじゃなかった人が死んじゃったり、いろいろ良くないことが起きちゃうんでしょ？それだけではない。紬、お主の存在が消えるかもしれんのだぞ。はい？私の存在が消える？魔王の戦いに巻き込まれて死ぬとかじゃなくて？ううん、それも嫌だけど、消えるってどういうこと？この時代に生きている人々は、お主たち未来に生きる者の祖先なのだ。その者たちが、死死孫孫と血脈をつなげていった結果、未来がある。だが歴史が改変されて、その人々が死んだらどうなると思う？話を単純にしよう。紬、お主にも曽祖父がいたはずだな。曽祖父って、ひいおじいちゃんのことだよね。つまり、おじいちゃんのお父さんか。私が生まれた時には亡くなってたから、会ったことはないけど、いたかいなかったかって言えば、そりゃいたんじゃない？では、その曽祖父が、いなかったことになったら？いなかったことにって、そしたらおじいちゃんは生まれなかったのかな？あれ？そしたらお父さんも生まれないし、私も生まれない？そうだ。それと同じことが500年の規模で未来に影響を及ぼす。最初からいなかったことになるのは紬、お主かもしれんし、お主の大事な人かもしれん。大変だ！そんなの超困る！やれやれ、やっと理解したか。じゃあ急がなきゃ！光秀さんを止めないと！その通りだ。だが、おそらくその光秀とやらも、思うようには進めておらんのだろう。何しろ聖者が歩くには厄介な場所だ。そうだね。私たちもここまで来るだけでめっちゃ苦労したもの。安心しろ。わらわが合流したからにはもう安心だ。大船に乗った気でいるがよい。小耳さん、強いですもんね。うむ。紬もわらわの実力を見て腰を抜かさんようにな。何しろ、万年に一人と言われた天才陰陽師なのだ。すごいです！ん？忍者なのに陰陽術で戦うの？忍術じゃなくて？うん、お主、くだらんことを気にするのだな。わらわにとっては、忍術も陰陽の術も似たようなものだ。敵を倒せればどっちでも良いだろう。ええ、その通りよ。ならば文句を言わずに、わらわについてまいれ。では、魔王の祭壇を目指すぞ。切った端から湧いてきおる。光秀め、どこに隠れておるのだ？ん？これは日本史？調律の巫女の持ち物か。先ほどの地震で本能寺からここまで落ちてきたのか。これは疲れた。みんなは平気なの？私はもうヘトヘトだよ。
これくらいは全然平気よ。でも休憩は必要だわ。ふん、お主に合わせてやっているのだ。感謝するのだな。ありがとう。休ませてくれるなら感謝でも何でもするわ。素直ではないか。まあ、わらわも少し疲れた。久々に思い切り神通力を使ったせいだと思うが。どうしたの、イオちゃん。なんだかそわそわしてるみたいだけど。いえ、やっぱりなんだか落ち着かなくて。私、全然疲れてないし、この辺りの見回りをしてきます。ダメよ。休憩っていうのは、体を休めるのは当然だけど、心も休めなくちゃいけないのよ。心を休める？気を張り続けていれば、いつかは緊張の糸が切れるわ。気持ちが落ち着かないっていうのは、心が疲れてる証拠よ。休むのも忍びの任務のうち、ということだ。確かに、お二人の言う通りですね。勉強になります。まあまあ、難しいことは置いといてさ。イオちゃん、私と一緒に寝よう。私、ちょっと眠くなってきちゃった。紬お姉様と一緒に、ですか？あ、嫌だったらいいの。手をつないで一緒に寝たら、イオちゃんも安心できるかな、なんて思っただけで。嫌だなんて、そんなことないです。ただ、寝ちゃってもいいのかなって。眠れるなら、そうした方がいいわ。交代で少し眠りましょう。寝てもいいって。ほら、イオちゃん、こっちこっち。はい。じゃあ、少し眠らせてもらうね。交代の時間になったら起こして。ええ、そうするわね。でもその前に、一つだけ聞いてほしい話があるの。何ですか？この周辺に、泡沫空間が発生してるみたいなの。泡沫空間？簡単に言えば、次元の落とし穴みたいなものよ。眠っている時や、気を抜いた瞬間に落ちやすいんだけど、完全に回避するのは難しいわね。よくわかんないな。その落とし穴に落ちるとどうなっちゃうの？瞬きをした次の瞬間、突然知らない場所に立ってるって感じかしら。それって夢じゃなくて？ほら、白昼夢とかいうやつあるでしょ？そうね、まさにそんな感じだと思うわ。それが夢ならいいの。目が覚めれば終わりだものね。だけど、もしそこが泡沫空間だったら。だったら？そこから自力で抜け出さない限り、永遠に閉じ込められることになる。そんな危ない落とし穴がその辺にあるの？それに抜け出すったってどうやって？名前の通り、泡みたいに小さな空間だから、少し探索すれば脱出する方法はわかるはずよ。ただ夢だと思って何もしなければ、永遠に泡沫空間に囚われたままになってしまう。それだけは覚えておいて。何かわけのわからんことになったら、落ち着いて出口か出る方法を探せということだな。ええ、そういう認識で間違いないわ。話はそれだけよ。ゆっくり休んでね、紬ちゃん、イオちゃん。はい、ありがとうございます。でも、心配事が増えたような気がして、ますます眠れなくなっちゃいそうです。避けられないなら心配してもしょうがないよ。泡沫空間に落ちちゃったら、その時考えましょう。そういうことだ。無用な心配はせずにさっさと寝てしまえ。うん、お言葉に甘えさせてもらうね。おやすみ。おやすみなさい。
綺麗。ん？つむぎちゃん、何が綺麗なのかしら？鋼さんのことですよ。本当に綺麗だし、魅力的な体型してますよね。私の憧れる体型だよ。私のことだったの？つむぎちゃんからそう言ってもらえるのはすごく嬉しいわ。せっかくだからスマホで撮ってもいいですか？スマホ？わかりやすく説明すると、絵や動画として残る感じ？忍者の職務上、顔をさらけ出すのはね。残るとなるとなおさら気が引けるわ。 SNS にあげないからお願いします。個人で楽しむだけだから。 SNS？ SNS は鋼さんの世界でわかりやすく説明すると電子カバラ版みたいな感じかな。お願いします。スマホのことはよくわからないけど、絵や動画として残せて閲覧ができるのよね。はい。だったらこうしましょう。どうせなら私の体術を取って紬ちゃんの剣術の向上に役立てるのはどうかしら。効率的だし、すごくいいアイデアだと思う。ぜひお願いします。じゃあ早速支度をしましょう。つむぎちゃん、うまく取れたかしら？待って、今確認中。私の体術がつむぎちゃんの剣術に活かせるといいんだけど。うん、バッチリいい感じで取れてるよ。なんだか新しい技を思いつきそう。よかったわ。また何か協力できることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。はい、その時はお願いします。最後に約束だけど、 SNS には載せちゃダメだからね。動画再生サイトにあげたら再生回数がすごそうだけど、諦めます。よろしい。鋼さん、少しお時間をもらえますか？つむぎちゃん、いつになく真剣な眼差しね。私、地上戦には自信があるんだけど、空中戦はまだまだ自信が持てなくて。加減進展流は空中戦に特化した技、それほど多くないのかしら？うん、おじいちゃんに教えてもらってないだけかもしれないけど、今の私には空中戦に特化した技は多くないんだよね。それは困ったわね。そこで一つお願いがあります。鋼さんはからくりの腕で空中を移動することができるよね。掴めるものがあればそれを利用してならね。だから鋼さんの協力があれば空中戦の特訓ができると思うんだ。なるほど。この先にいい特訓の場所を見つけたのでお願いできますか？今から？もちろん今から。私と鋼さんでしかできない特訓をお願いしたいの。私としかできない特訓？うん、空中を移動できる鋼さんでなければできない特訓だよ。そこまで言われたら
お姉さんも黙っていられないわ。つむぎちゃん、やるからには遠慮はしないわよ。いいわね。はい、遠慮なくお願いします。あがねさん、ありがとうございました。どういたしまして。私もつむぎちゃんの協力ができて嬉しいわ。おかげさまでいい汗をかけたよ。やっぱり激しい運動の後の潤滑油は格別ね。からくりの隅々まで染み渡る感じがするわ。見事な飲みっぷりだね。つむぎちゃんも飲んでみる？え？それってオイルだよね。さすがに飲めないよ。私はさっき汲んでおいた地下水で大丈夫だし。冗談よ、冗談。ミネラルたっぷりかはわからないけど、ここのお水も美味しい。つむぎお姉様、この間の道具なのですが、他にはどんなことができるのですか？ああ、スマホのことね。はい、スマホです。離れている人と話をしたり、文章でやり取りしたり、遊び道具にもなるし、あと動画も撮れるよ。動画ですか？絵じゃなくて、動きをそのまま残せるんだよ。その中に動きをですか？こんな感じ。つむぎお姉様が道具の中で動いてます。何かお祭りのような感じですね。驚いた？盆踊りの時のだよ。真ん中で踊っているのが私。本当に摩訶不思議な道具ですね。お見それいたしました。えへへへへ、調律の巫女の秘密道具って感じかな。つむぎお姉さまとの思い出作りたいです。せっかくだから新しい思い出作っちゃおうか。はい。でもここでやれることと言ったら特訓だね。ですね。どうでしょうか？ちょっと待って、今確認してる。うん、いい感じ。うまく撮れてるよ。また一つつむぎお姉様との思い出ができました。嬉しいです。これからも思い出を作っていけたらいいね。はい、つむぎお姉様の一つ一つの動きは心にしっかり残っています。決して忘れません。ありがとう。私も絶対に忘れないよ。